はい、こんにちは。税理士川南の YouTube へようこそ。オンラインサロンを運営している自営業専門の税理士川南です。本日の動画もよろしくお願いします。本日の動画の内容はこちらです。10月から改正、何が変わるの？電子帳簿保存法について動画で紹介していきたいと思います。本日の目次はこちらです。基本的なこと、保存期間について説明いたします。その次に10月からの新ルールについて、そして電子帳簿保存法って何なんだろう、紹介して、最後に条件や注意点を紹介いたしますので、最後まで動画の方をご覧になってください。本日の動画もよろしくお願いします。はい、それでは10月から改正、何が変わるの？電子帳簿保存法について動画で説明いきます。本日の目次はこのような流れでいきますので、よろしくお願いします。はい、それではまず最初ですね、ここね、保存期間について説明していきたいと思います。まずそもそもこの保存期間についてざっくりとね、説明したいと思います。保存義務というのがあるんですね。書類とか請求書、領収書、売掛書に関するビジネスに関する諸々の書類っていうのは保存をしとかないと、取っとかないといけないんですね。で、原則7年です。まあ、いろいろね、こういう場合はこうですよとかあるんですけど、原則7年は全て取っといておかないと思ってください。書類によって変わったりするんですけど、わからなくなると思うので、皆さん原則7年分は保存してください。そしてプラス損益通算の方は10年いるって言われてますので、もう安心は絶対10年です。なので10年分取っておけば絶対大丈夫という仕組み、保存期間について定められてるんですね。で、たまにね、確定申告が終わったから1年分の領収書、レシート全部捨てました、あ、すっきりしたっていう方いらっしゃるんですけど、いや、本当これ本当聞いたことある、何人か聞いたことあるんですけど、そういう方いらっしゃるんです。必ず捨てないでください。もう本当にそれだけは本当絶対してはいけませんです。確定申告が終わったからもういらないだろうと思って全部捨てるのは絶対に NG です。もし調査が入った時に疑われる可能性が出てきますので、必ず自分の身を守るため、武装するためにビジネスに、自分のビジネスに関する書類やレシート、領収書っていうのは必ず捨てないで取っておいてください。10年分となるとなかなかの量になってくるんですよね。で、段ボールがいっぱいですとか、置いておく場所がないんですけど捨てたいです、処分していいですかっていう相談たまに受けるんですけど、まあ、10年を、ね、超えたものから、11年目のものから順番に処分していってもそれこそいいのかなというふうに思います。そして内容ですけど、じゃあどんなものを取っとけばいいのかっていうと、ここに例をね、挙げました。これで全部じゃないんですけど、メインのものをね、紹介します。決算書ですね。過去に出した確定申告書。これもちろん絶対いります。で、仕分帳、現金出納帳、売上帳、仕入帳、まあ、固定資産台帳、領収書、契約書ですね。そして通帳ですね。で、見積書や納品書、レシートなどもこちらの方該当しますという形で、まあ、ビジネスに関する書類は全て基本的に保存期間、保存義務がありますので、全て捨てずに取っておいてください。逆にね、なんかプライベートでね、スーパーに買い物に行ったんですって、レシートは別にそれは家計簿としてつけるかどうか、取っとくかどうかっていうのは、それは個人の采配になりますので、スーパーに行って薬局に行ったっていうような買い物のものは処分して構いません。でも、同じスーパーや、ね、薬局に行くにしても、自分の自営業のビジネスのために関わる経費になるようなものを買ったものは取っとかないといけないです。保存期間についてはざっくりと以上になります。さあ、それでは次がこちらです。10月からの新ルールについて紹介したいと思います。じゃあ10月からの新ルール、電子帳簿保存法っていうものが何が変わったのかと言いますと、増えてきましたよね。今ね、現金じゃなくてキャッシュレス化っていうのをね、国が進めてますので、今電子取引が増えてきました。そして、まあ、時代の流れに沿ってペーパーレス化をしたいと。なのでペーパーレス化をするために、今まで電子取引、例えばアマゾンで買った場合とか、クレジットカードの明細っていうのも紙で出力してたと思うんですよ。クレジットカードの明細をわざわざ取り寄せないといけなかったりとか、あと携帯電話の明細とか、電子取引のものはペーパーレス化が10月から新ルールとして OK になりましたよということです。じゃあこの電子取引というのはどういうものが該当するかっていうと、このネット上の領収書です。クレジットカードの明細書です。オンラインにあるものをわざわざ遡ったりとかして、紙でペーパーで出してたと思うんですけど、10月からはそのような必要はなくなります。あと交通系 IC カードですね。こちらは Suica とかが該当するかと思います。スマホ決済のデータになります。こちらは、まあ、PayPay を使ったりとか auPay、まあ、ドコモポイントなど D カードなど、さまざまなものが今ね、スマホ決済の中に入っていると思うので、そういうものはのデータは電子取引でわざわざペーパーにしなくても大丈夫ですよということになります。注意事項が一つあるんです。記録が残るシステムで残す必要があります。
記録が残るシステムがどういうことかと言いますと、訂正削除が不可ということですね。こちら側で例えば日付を変えられたりとか、3000円のものを買ったのに0を増やして3万円できるとか、こう記録が残るシステム上で電子取引をしている場合はペーパーレス化のために紙で保存しなくても大丈夫ですよ、電子上で OK ですよっていうのが今回の10月からの新ルールになります。じゃあ次に電子帳簿保存法についてですね。電子帳簿保存法について次は紹介したいと思います。10月からできたルールとか新しい法律ってわけではないんですね。ただ10月から改正がされる、変わるよっていうところでニュースになってたわけです。この電子帳簿保存法っていうのは昔からある法律です。旧古い法ですね。10月の新ルールの前は条件が多かったんです。電子で保存してもいいんですけど、スキャンはしといてくださいねとか、スキャンするっていう手間が大変ですよね、まず。そして次にタイムスタンプが必要です。タイムスタンプっていうのはどういうものかと言いますと、郵便局の消印みたいなのに近いイメージを持ってもらうと分かりやすいかもしれません。あのように何月何日の何時にっていうタイムスタンプというものが必要になります。そしてさらに税務署に事前承認が必要になります。この電子帳簿で保存するので、それのようにお願いしますねっていうのを税務署に事前承認が必要です。しかもそれをやろうと思う3ヶ月前、電子保存をしたいなと思ったら、その3ヶ月前に事前に税務署に承認が必要になるということです。あと条件がハードルが高いの、大企業とかにはやっぱりペーパーレス化したいということ、電子保存にしたいということで浸透しつつあったんですけど、やはり自営業や中小企業の方は、ここまでしてじゃあ電子保存を使いたいかって言ってやっぱ違いますよね。そのなんかこんなにめんどくさいんだったら使いたくないってなるじゃないですか。なので今回は条件を緩くして中小企業や自営業の方でも使ってもらえるようにしましたよっていうのがこの10月の新ルールになります。では新ルールの方はどうなりますかと言いますと、決済が終わりました、そしたらそのデータを会計システム上に入れといていただければそれで OK ですよということになりました。会計ソフトなり入れていただければ条件に該当するということで電子保存ができるようになります。この会計システムについて見ていきたいと思います。でここにね、だから条件と注意点ということで最後に挙げてるんですけど、使っている今のね会計システムがまずまず対応しているかです。これが対応してないものですと、やっぱりいくら電子でやりたいんですって言ってもできないので、システムが対応してるかっていうのは必ず確認をしてください。今後、いろんな各社がアピールしてくると思うんですよ。うちのこのシステムは電子帳簿の保存方法に該当するので、これでしていただければ、訂正削除は不可のものに該当しますので、使っていただければ自動的にクリアになりますよというような各社今後アピールがあるかと思います。次にすでに国が認可しているものっていうのがあるんですね。これ例えば TKC、マネーフォワード経費のシステムは対応してるよと。あと勘定奉行、メインの大きいところの会社は国がもうすでに認可してありまして、リスト化してあります。ですので結果言うとね、全部捨てていいわけではないですね。一部こういう電子取引のものだけはその電子で保存することが10月から新ルールで OK になったよということです。現金のレシートも捨ててしまっていいとか、今までね使っていたものすべてを捨てていいわけじゃないんです。一部分が認められるようになったっていうのが10月からの改正のルールの簡単なざっくりとした説明になります。すべてね捨てていいわけじゃないの、本当気をつけてください。終わったから全部捨てて、あ、すっきりしたっていう方いますけど、本当にそれだけはしないでください。じゃあ本日の動画の内容は以上になります。オンラインサロンを運営しているんですけど、オンライン上で税理士を味方につけるということで、その場で相談や質問ができたりとか、税金や経理に関する情報をサロンメンバー向けだけにここだけの話ということで情報を提供している場です。URL を概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。そして次ですね、お願いばかりなんですけど、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。あと高評価ボタンのグッドボタンも励みになるのでお願いします。コメントや感想を取り上げてほしいテーマなどなんかいろいろありましたらね、コメント欄に書いていただければ目を通して返事ができるもの、気づいたものは返信をしておりますのでよろしくお願いします。はい、それでは本日の動画は以上になります。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。またね。またね。